すいません、タカさんでいらっしゃいます。すいません、お待たせして申し訳ありません。大丈夫ですか？水分ね。お名前よろしいですか？タカです。タカさん。はい。今おいくつですか？28歳。28歳。出身はどちらでいらっしゃいますか？あ、群馬県。群馬県。群馬では普通にお仕事されてたんですか？そうですね。何のお仕事をされてた？乳製品の工場の機材を運んだり。あ、力仕事ですか？そうですね。一人暮らし？一人暮らしで実家もうちは持って。ずっと群馬に。あ、じゃあずっと群馬にいたんですね。ご実家と一人暮らしのお家は近いんですか？近いです。まあ車とか電車で。車で2、30分。2、30分ぐらい。あ、近いんですね。はい、東京に来たのはいつなんですか？2週間前ぐらい。2週間前。はい、2週間前に群馬から出てきて東京でホームレスをしているということですか？はい、東京とあと横浜の管内炊き出しとかも一応見てたりはしてたんで。はい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 。なんでホームレスすることになったんですか？もともとクレジットカードを限度額まで使いすぎちゃって、はい、払えないっていうことになって。出てきた。何を使ったんですか？食べ物とかをメインに。食べ物どんどん重なっていって、高級な食べ物とかってことですか？いや、スーパーとかにある普通のお弁当とかを毎日のようにどんどん食べたんです。あ、それ全部クレジット切ってたんですか？で、ちなみにいくらぐらいになってちゃったんです。限度額。70ぐらい。70万が限度額で、それ。限度額は50万で、利息がどんどん跳ねて、70ぐらい。あ、じゃあもう結構未払いだったんですか、ずっと。そうですね。半月以上は。半月？半年？半年。半年以上。はい、半年以上未払い。あ、じゃあ今もずっと利息がつき続けてるんですね。リボ払いですか？リボです。じゃあ一応月々の支払いでいうとそんなにないですよね、リボ払いだと。そうですね、7、8,000円がでめちゃくちゃ利息で取られちゃうけど、その工場で働いてれば月7、8,000円ぐらいだと多分払っていけるような気がするんですよ。カード会社の方からもう分割はダメって言って一括で払えっていう感じで言われてきたんで、それがもう支払いができないから。あ、でもカード会社からもう分割を断られたんですか？そうです。でも一括ですぐに返してくださいってことになったんですか？で、返せないから一応逃げちゃったっていうか、そういう形なんですね。で、その工場は辞めちゃったんですか？あ、辞めたっていうか、飛んできたっていう。飛んだんですか？連絡なし。じゃあこの、ホームレスするタイミングで職場も飛んできたんですか？そうです。家は引き払ってこられたんですか？いや、してないですね。引き払ってないですか？はい。ってことは今も家賃が発生し続けてる。そうですね。まだ全然自分の荷物が置いてある状態なんですか？はい。それなんでなるべく向こうに戻って手続きしないと。失礼なんですけど、工場で働いてる時ってお給料どれぐらいいただいてたんですか？多い月で13から4。13から4。はい、契約社員で、週5は働いてる感じ。時間でいうと何時ぐらいですか？8時半、5時。朝8時半から夕方5時まで。週5で働いて、一応14万ぐらい。ちょっとすみません、少ないように感じちゃったんですけど。一応障害枠も入ってるから、障害枠雇用のやつもあるのかな。あ、すみません、障害お持ちなんですか。はい。ちなみに何の障害なんですか。過労症状。血管がなんか一部細いみたいな。どこの血管が細いんですか。あ、左腕っていう。だから激しい運動とか水泳とかダメ。今のところは全然問題なく過ごしてるというか、やってる。障害者の方の枠で会社では働いてたって感じなんですか。手帳とかもお持ちなんですか。あ、はい。このまま見せて。B2。B2。一応ここも鑑定の場所、センターなんで。正直ですよ。障害もお持ちじゃないですか。だし、ご実家もありますよね。ホームレスしないでも済んだんじゃないですか。親がお金にうるさいから、多分カードのことを聞いたらもう。出てけっていうことになっちゃうんで、もうカードのことを言ったらきっと怒られるだろうなっていうのがもう見えてるんですか。出ていけって言われるんですか。昔からお金のことはうるさいっていうか、特にお父さんの方が。でもめちゃくちゃそのことで怒られればなんとかちょっと済むんじゃないですかね。そうですね。最初憧れはありました。最初憧れがあったんですか。チャンネルを見て、憧れはあった。アットホームチャンネルを見てホームレスの方にちょっと憧れが。いろんなホームレスの方いたんで。ちなみにどなたに憧れたんですか。えのびさん。代々木。に憧れてホームレスなろうと思ったんですか。そうですね。クレジットが払えないとかそういう状況が全然ない時にもう憧れてたんですか。見てたらだんだんと心のどっかではあって、カードが止まってくるっていうね、だんだん強くなったっていうか、うわマジでやろうかなっていう感じになってきちゃったんですか。で出てきちゃったんです。そうなんですか。もう実際やってみたらきつかったですね。今ホームレスをやめたいですか。今正直に言うとやめたいです。やめたい。最初憧れはありましたけど、だんだんやめたいっていう。本当嬉しいです。アットホームチャンネルを見てくださってたのとか嬉しいんですけど、ホームレスに憧れてっていう気持ちもすごく分かりますけど、多分、身体的にもそうだしマインド的にもおそらくタカさんはホームレス向いてないと思うんですよ。本当すぐ親御さんに今回の件連絡して、普通にホームレスしてらっしゃる方で、実家頼りたくないとかそういう方っていう方いらっしゃると思うんですけど、障害をお持ちじゃないですか。ハンディを背負ってるので、いろんな人の助けがいると思うんですよね。一番もっと身近な存在が親御さんだと思うので、まず親御さんに今の状況を言いましょう。でお父さんがもし怒って出てけって言われてからでも遅くないじゃないですか。ホームレスやるのは一回僕は頼るべきだと思いますよ。明日行ってください、絶対に。今日電車がまだあれば。何時まで行けるんですか。10時17とかに電車があるんで。本当ですか。じゃあ今日行ってください。今9時15分なんで間に合いますわ。10時まで。ほらもうやめたかったんでしょ、ホームレス。今日の件もあったんで。多分今日のが一気にガクってやめたいっていうのが来ちゃって、じゃあちょっと急いで駅行きましょう、はいでもその親御さんに言って怒られるのは一時のことなんで、でもホームレスはずっと続くんですよ。耐えられますか？無理でしょうもう帰ってください、おとなしくね。本当にありがとうございました。今日また連絡ください。必ずどうなったかお願いします。うまくいくといいですね。どうも、21歳、元ホームレス、尾中祐樹です。この度、僕が書いた本が出版されることになりました。すでに多数のご予約をいただき、本当にありがとうございます。まだ本の予約は受け付けております。興味のある方は概要欄をご覧ください。まだ日程は決まってないですが、即売会を行うことも決定いたしました。日程などが決まりましたら、アットホームチャンネルさんの方で告知させていただきます。ぜひそちらの方にも遊びに来られてください。よろしくお願いします。